タックルの切り方をやっていきます。まあ、ですレスリングと違ってこう打撃があるんで距離がレスリングよりは遠いんで、で、まあ、打撃見せて特に下からのアッパーとか膝前蹴りこういうのでタックル牽制することができます。で実際タックルにあでも足を取られるキャッチされたりする可能性があるんで、まあ、そのリスクだけ頭に入れといて、でタックル入ってきたら両足しっかり後ろに引いて、でしっかりこう脇刺すように、中に手を入れて、でこの時しっかり相手にプレッシャーかけて相手が動いてくるんで、しっかりプレッシャーかけて止める動きで、まあ、チャンスがあればこのままバックに回ったり、そこから離れてスタンドに戻したり、まあいろいろ自分の戦いやすい方で選んで、しっかりタックル効いたら、まあ、膝にルールであればここからしっかり固めてプレッシャーかけながら膝入れていって、まあ、しっかりこうバランス取って相手に返されないように、でバックに回ったら、あとこの時回る時も相手に乗りすぎるとこう腰が高くなって返されたり、相手に立たれたりするので、しっかりプレッシャーをかけたまま一瞬で一歩で回って、で回った時も手を深く入れすぎると相手にも返されて上に乗られるんで、深く入れすぎるとしっかり自分が相手をコントロールできるし返されないで、相手にこう巻いて返されないように一回ちょっと返す、深く入れすぎると返されるんで、こう巻かれないようにしっかり相手をコントロールできる位置で、自分の体もしっかりコントロール、相手にこう乗りすぎない、腰が高くならないように、でまあいけるままバックついたり、バックついて、殴ったり、まあ、相手が寝技が得意で強い選手であれば、寝技のプレッシャーが強い選手の場合はもう立って離れて打撃に戻した方がいいと思います。で相手のバック取ったら足を入れて相手の手を、タスキで取って自分の方に引きつけて、まあ、チョークを狙ったりすることができます。あとまあ倒し方はまあいろいろ、腕引いたり着いたら足を取ったり、まあいろいろあるんですけど、まあ倒し、細かい倒し方についてはまた、やっていきます。相手をコントロールできる位置に常に自分を置いて、まあ、自分の体は相手にコントロールされないように、そうですね、まあ、相手をしっかりコントロールするということが大切です。で相手が、相手に片足取られたときはしっかり相手の頭を押して、で足をしっかり相手の頭を押す、しっかりプレッシャーがあって、足をこう抜きやすい位置に、今こうかかとを持たれて、抜きにくい、相手からしたらこっちをコントロールしやすい、コントロール今されやすい状況、これをこうかかとを上に向けて足をこうすると、抜きやすいです。まあダブルレッグもシングルもしっかり、まあ、切れるように、何度も何度も反復練習してやってみてください。ご視聴ありがとうございました。